でも私としてはその楓さんを最後にしたのは面白くしてもいいしかっこよくしてもいいっていう、私とトコさんでやって最後楓さんがどっちにしてもいいようにはしたのよ、うん、割と楓さんもほらお茶目な方だからふざけるじゃん、そうだからどっちに転んでもいいですよって話し方をしたの。そしたらわかったわかったって。でだから私はさ、そうどっちにしたんだろうって思ってて動画をさっき見てたの。だからこんなかっこいいことしてたんだでびっくりしてたの。うん。そう結果キメキメだったデロンさんっていうね。いやめっちゃよかった。いやそうわー嬉しい。うん、かっこよかったね。いやふざけるかなって思ったけど、いやでもなんかどっちがいいですかって言われて、でもあのかっこいい感じですよねってなって、いやまあそうですねって、結構かっこいい感じにしたいですねって、でやっぱセピアスとつながりもありますしねってなって、うん、なんかやっぱ多分会社の中でかっこよくしようってもう決めてたんだと思う。うん、なんかでもリハの時はさ、あのそこはトコさんも会社もさやってくんないから、あのね、私リハは結構本番、やっぱ本番失敗しないようにリハでも全力でやるんだよ私はね、結構、うん、だけどやっぱ楓さんとトコさんって慣れてるからリハ本当に抜くの、あの抜くのよ、抜いて軽くやるの、だからそこもねやってくれなくて、そうなんかスイって感じ、スイって、で私はさ、本番やってくれ、大丈夫だよ、これは本番ではやらないよって思ってたからさ、いやー動画見てはこんな風にやってくれてたんだお二人って、あの私も初見だね、リハではそう絶対やってくれないから、でもそこがかっこいいんだよねトコさんと楓さんって、でもうやっぱ改めて一緒にステージ立ってなった、うーん違う、私は毎回全力なんだけど、だって練習やれ、もう本番想定でやればやるほど私にとっては安心につながるからさ、本番失敗できないから、うーんかな。